なんか小室圭さんが、眞子さんと結婚してから、お父さんの、おじいさんかな、おじいさんの川嶋辰彦さんの家族葬には参列したけども、お父さんの墓参りは、してないみたいですね。ああ、見たいですね。もう今週末にはアメリカに行く予定なんですかね。もう週末ぐらいには行くんじゃないかと言われてますけど、行くんじゃないかって言われてるっていうよりも、行かなあかんやろって言われてるって感じですね。あ、行ってくれみたいな感じですかね。そうですね、両親からしたら行ってくれっていうところですね。はいはいはい。なんか11月23日に、皇室にとっては重要な祭儀というか、それで新嘗祭っていうんですかね、はい、祭が行われて、で、そこに結構総理大臣とか、天皇家の親族とか、いろいろ出席とかして、結構大事な行事でっていうのもあるんで、そこに参加してほしくないというか、いたら参加しないといけないみたいなことですか。相手も参加はしないですけども、その時にね、やっぱり行事になると、親族とかの話にもなるだろうしね。ですよね。確かに。もうそれまでにはとにかく行ってほしいって感じですよね、だから。そうですね。で、あと11月30日には、秋篠宮様の誕生日があるっていうのもあるんで、その誕生日になると、やっぱり娘さんのことを聞くだろうっていうところはあるんですけども。そうですね。聞いちゃうと、やっぱりそこに注目がいっちゃうから、今何してんやろうっていうところで、カメラマンが、まだ日本にいますよみたいな感じで報道されてしまうと、ちょっとまずいかなってところでしょうね。確かに まだスポット当たってそうです、ね、変な話が、その話題になっちゃうと、それを詳しく報道しちゃってってところで、はいはいはい、なんか当初の予定では早く翌日でもニューヨークに行くんか言われたけども、まだ空いてますわみたいな感じで言われちゃうと、あれなんでしょうね。ですね。でも福勝さんのでもお墓参りぐらいは方がいいですよね。そんなもなかなかまた帰ってくることないでしょうし。そうですね。いや、そもそもその川嶋辰彦さんっていうのは会ったこともないし、喋ったこともない人やからね。確かに。一応その面会いう形で会ったんでしょうけども、ICU なんで喋れる状況じゃないんで、はい、目で見ただけで、形だけですよね、正直。形だけで、でそこに葬式参列までは別にいいと思うんですけどね、親族やから、はいはい、ただ参列したところで、自分とこのお父さんには2017年の婚約の相手報道以降は少なくとも行ってないやろうっていう形で、ああ4年ぐらい、結構前からマスコミもそこは追ってましたけども、命日周辺で行くんちゃうかみたいな感じで張り込んでる人とかもおったみたいですけども、なしで、そうですね、何もなかったっていう形で、墓を見たらね、大体来たかどうかっていうのは分かるじゃないですか。それもあります、ね、はいはい、綺麗にしてあるなとか。そうですね。一応来たりとかはしてたんですけども、その違う親族が来たりとか、そういうのあったらしいですね。ああ、そうですか。あんまり思い出に残ってないんですかね。10歳ぐらいの時に亡くなられたんですかね、確か、Kさんが。そうですね。でも、とはいえ、ちょっとお墓参りぐらいはね、日本人とかだったら、行くというか、そうですね、亡くなり方が自殺ですからね、そういうのもあるんですかね、正直。でも慕ってたんですよね、お父さんのこと、Kさんは。それはね、一人、普通の親やからね、それは慕いますよね。亡くなった後もなんかKさんも結構よく泣いてたっていう話も出てますし。そうですね。で、お父さんが欲しいのよみたいな感じで言ってるから、別のお父さん見つけましたみたいな感じで言ってたらしいですけどね。ちょっとちゃうやろって感じ。いやその辺で小室圭さんもだいぶ変わっていったかも分からないですね。ひねくれちゃったんですね。周りの人には当然自殺なんか言えないじゃないですか、はい、自殺したんよって感じでそんな言わないやから、嘘の病気で死んだみたいな感じで言ってるんでしょうけども、母親は特会控え違う男を連れてきてみたいな感じでなってるから、結構精神的にはおかしなってたかも分からないですね、その頃から。そうでしょうね。真っ当に育ってないというか。そうですね。秋篠宮家の方では他にもなんかいろいろと問題がね発生してて、ようやく眞子さんがいなくなって、あとはニューヨークに行ってくれたらとりあえず収まるかなってところなんでしょうけども、はいはい、次は悠仁さまがね、高校進学っていうタイミングもあるんですけども、ちょっとまだ高校がどこに行くか決まってなくて、で、その進学先がどうするかって言ったからですね、やっぱ皇族で今度天皇になるかもわからないから学習院がいいやろみたいな感じでは言われてるんだけども、はいはい、ただ学習院もどうかなってところでね。いやー、でももうそろそろ決めないといけないというか、今お茶の水女子、お茶の水付属の中学校いう形で、女子のあれなんで、高校になったら女子校になっ
ってしまう、まあ、高校になったら女子校なんでね、そのまま進学することはないから、まあ、その辺でどうするかってとこなんだけども、で、まあ、今上がってるのは東大、まあ、東京農大校とか筑波大学附属とか、まあ、学習院のこのまあ3つぐらいが上がってるらしくて、でまあ、学習院とは結構なんか秋篠宮さんもなんか仲が悪いみたいから、あ、まあ、OB からの申し出とか来ても、まあ、出血も返事もなかったりとか、まあ、その辺で、まあ、今更頭下げてっていうのはなかなか難しいんちゃうかって言われてるので、はい、まあ、だから東京農大か筑波大学附属かなってところなんですけども、ただまあなかなか東京農大とかは、まあ、秋篠宮さまが客員教授を務めてるから、まあ、そういう意味では可能性も浮上したんですけども、ちょっとまあ通学というかね、まあ、その辺で大変と、まあ、ちょっと遠いから3年間通うとなると厳しいんちゃうかってところも言われてて、はいはいはい、ただまあ筑波大学附属っていうとかなりエリート高校で、まあ、結構東大とかも結構ね輩出してるようなとこで、ちょっと厳しいんじゃないかと、まあ、頭のレベル的には絶対無理なんですけども、うん、ただまあなんか一応特例っていうのができて、はい、4年前だかな5年前かなんかに5年間のトライアルみたいな感じで低傾向進学制度っていうのが導入されて、はい、お茶の水女子大学附属と筑波大学附属とで、まあ、交換みたいな感じでまあ、試験なしで進学できるっていう制度ができたみたいですね。試験なし。そうですね。ただまあ一応なんかレベル的には一緒らしいんですよ、お茶の水とね、筑波大学、まあ、一応偏差値が両方とも72ぐらいで、こう中学校とかでは、うん、で高校になると78ぐらいなんですけども、お茶の水の中学校で偏差値72とかで結構高いんですけども、はい、ただ女子は偏差値72で男子は53らしいんですよ。あ、低い。なんかね、あるんですね。普通なんか女子と男子って一緒じゃないですか。偏差値って一緒の試験やからね。はいはい、確かに確かに。ちょっとまあこの辺がよく分かんないですけども、もう。まあどういうことなんでしょうね。まあお茶の水女子大学付属っていうぐらいから、まあ、まあ女子が多いところなんでしょうけどね。まあその中で男子を入れるのはなんか結構いろいろ条件があるんですかね。なんか特別なんですか。まあなんかね。お坊ちゃまとかそういう系を入れるところなんか分かんないですけども、あ、まあ、ここまで差が開いてるの珍しいですよね。同じ中学校ですね。全然違うというか、もうなんかそういう例があるんやなっていうのはちょっと初めて知りましたけども、言ったらまあ偏差値53のところに久子様がいてるって感じですね。まあ男子やからあんまり良くはない。だからその53からいきなり78の高校に行ったらね、うーん、まあ中の上ぐらいの高校から超トップクラスの高校には絶対についていけないじゃないですか。はいはい、確かに。その辺で強引に生かすのかっていうところがまあ一つあって、絶対ついていけないやろしね。まあ生かすことはできんやろけどね、特例で。まあ普通に考えたら、まあ高校側からね、いくら無試験といえどもちょっと、まあ、勘弁してくれみたいな感じで言いそうな感じではありそうですけどね。まあその、まあ、無試験で行くにしても別に女子がまあ、向こうに行くんだ分かりますけどね、はいはいはい、女子は70人やるから、そこの78に行ってもまあレベル的にねついていけるかも分からないですけども、男子は53から78の偏差値のとこ行くってなるとね、どう考えても、だからなんか悠仁さま、はい、今年夏ぐらいでしたかね、はい、なんかこうニュースあって、まあ思春期っていうのもあって、まあ、反抗期みたいな感じなんですけど、はいはいはい、すごくこうなんていうか発言とか言動が荒らしくなったり言ってましたね、目立ちますみたいなニュースとかもあって、なんか結構こう些細な周りの間違いにもこう罵るような口調で言ったりとかみたいな、なんかちょっともしかしたらどんな感じか分かんないですけど ね、ちょっと問題があるような感じの、なんかね、やっぱまあ一応まあ思春期ってのもあるかも分かんないけども、やっぱ親の影響ってのあるかも分かんないですね。いや、あるかもしれないですよ、本当、ちょっとおかしいじゃないけど、やっぱなんかその紀子さまも結構なんか家ではすごい言葉が荒々しいというか、そういうのがあったみたいで、はいはい、なんか結構なんか秋篠宮家とかっていうのは、まあ、そこで働く職員の話っていうのがなんか以前暴露されてて、はい、でなんか結構職員が宮家を去ったっていうことは結構よくあるらしくて、でまあなんかその理由としては心身のバランスを崩すケースが多々あったっていう形で、紀子さまがなんか直接叱りの声が日常茶飯事っていう形で、はいはい、なんかすごい怒鳴り声とかでね言ってて、でなんか隣の事務室の方で怒鳴り声が聞こえてきて、はいはい、でまあ次厨房にまで来るかみたいな感じで、結構なんか怯えてたみたいな感じのことを書かれたりとかね、うわあ、よく言われた、裏表があるんでしょうね、なんかねすごい、全然関係ないですけど、女優の田中みな実さん、フリーアナウンサーか、はいはい、
もね、最近ニュースになってて、そのマネージャーにはすごい態度がなんか、はいはいはい、なんかきつく当たってたりとかするのを見るみたいな。ああ、そうなんですか。なんか、はいはいはい、まあ、現場ではね、結構ぶりっ子でこう、はいはいはい、なんか、人当たりいいんですけど、マネージャーさんにはみたいな、で、あんまちょっと印象が良くないみたいなニュースもなんかちょっと見ましたけどね。まあ、表と裏があるというかね、そういうのはあるかもわかんないですけどね。なんかそういうのはあるかもしれないですね。こう、家の身内にはすごい、こう、社長さんも。だからまあそういうのもあって、なんか結構、秋篠宮家だけは配属されたくないみたいな感じで、まあ、宮内庁の職員とかがね、よくなんか、言ってはやってたみたいで、だからまあそこ行ったら、まあ、あのブラックバイトみたいなもんやみたいな感じで抱えて精神的に追い込まれると、そうですね、かなりやられたみたいな感じで、結構料理番とかも何回も解雇されたりとか、あ、料理番あったりとか、まあ、解雇とか自己都合でやめたりとか、そういうのが多いみたいですね。結構まあ料理には うるさいみたいですね、結構。まあ、そうですね、なんかまあタイ料理とか韓国料理が好きみたいな感じではあったらしくて、結構なんかコリアンタウンとかまで出向いて材料を調達してみたいな感じで、そういうことも抱えてましたけども、で、なんかその、悠仁様は猫自体からスープを冷ましてから出してねとか、で、貴子様は熱いうちに出してねみたいな感じで、結構細かい指示とかもあったみたいで、まあ大変だったみたいですね。ややこしいですね。まあ、それを結構ね、料理番とかも結構一人で何でもやってるみたいな感じなんで、まあワンオペ状態というか、そういう形でやってるから、まあかなり大変だみたいな感じでは言われたみたいですけども。で、なんか職員のことを、まあ、あだ名じゃないんですけども、普通なんか名前とかの相性とかで言ったりとかするじゃないですか。はいはい、はい。だからそれをじゃなくて、物の名前に例えてなんか職員を預かったみたいですね。物の名前な、物に例えて、うん、おい何々みたいな感じで。で、それが、あの、秋篠宮家の方で、まあ、全員の共通の認識みたいな感じで、それで呼ばれたみたいな感じで。物、どういうこと、椅子とか、タンスとか。まあ、おい、メガネとかそういう感じでしょうね。マジか。まあその辺で、あの、呼ばれたって形で、まあさすがにちょっと、まあ、気分がいいもんじゃないですねみたいな感じでは書かれてましたけども、いや嫌でしょうね。まあ逆にこういう環境で育ったから、なんかずっとね怒鳴り声とか聞いて育ったから、まあ複雑性 PTSD っていうのもなきにしてもあらずですけども、ただまあそれを考えてもね、あの家族層とか結構なんかすごい振る舞いとか見とったら、逆に遺伝してるようには思いますけどね。まあそうですね、確かに。どちらかというと、まあその辺でまあどうなのかなっていう形ではあるんで、もうこうなったらまあ小室圭と離婚してもらって、小室圭がもう暴露本出して儲けてもらっていいんちゃうかなって思いますけどね。まあまあ見てる側としては面白いですね、なんかいろいろ暴露してもらって。まあその秋篠宮家の体質とかもいろいろ出てくるしね。はい、初めはなんか結婚するなとは思ってましたけども、結婚してしまったらね、もうその悪さしてるところを全部出してくれみたいな感じでは、確かに確かにあるかもわかんないですね。なんか急になんかその高校の進学とかもね、まあお茶の水から、まあ、筑波の方ですかね、その自動的に行けるような感じ、無試験で行けるような感じで作られたりとか、それはもう怪しいしね。怪しいですね。まあ、初めなんか中学校の時にそのまま無試験で行くんちゃうかって言われてたらしいんですけども、はい、まあ、お茶の水もその筑波の方かな、そこも両方も中学校から、まあ、小学校からあるのかな、はいはいはい、で、まあ、そのまま行くんちゃうかなって言われてましたけども、ただまあその時にちょうど小室圭さんの方に金銭トラブルがあったから、今はまずいかなってことでやめたんちゃうかみたいな感じでは言われてましたけども、結局ちょっと育て方というか環境があんま良くないのかもしれないですね、ちょっと。まあでも海外の方ではもう完璧にもう金目的みたいな感じで報道してるとこもあるしね、なんかカナダの放送局かね、なんかカナダ報道、カナダの方の報道ではなんか、はい、ゴールドディガーみたいな感じで、ああ恋愛目的じゃなくて金銭目的みたいな感じで報道されとって、はいはい、すごいですね。なかなかね、もう海外でそういう形で忖度してくれなくなってるんで、もうそれぐらい日本でやってもいいんですよね、本当は。まあ日本はなかなかそういうのが難しいんでしょうけどね。できないでしょうね。まあこの結婚かね、どうなのか、まあなかなか誰かが逮捕されないことには確かに終わんないちゃうかなってところなんでしょうけども、まあこの辺皆さんどういう風に感じたのか、よかったらコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、コメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。